どうしようかな。恐ろしさ特大号はまあ強いんだけどなー、うーん、頭ちゃんな、頭ちゃんに勝ちたい思いもあるんだよなね。やっぱ最後は頭ちゃんで有終の美を飾るありじゃない、すごいありだと思うんだけど、頭ちゃんキャス弱いんだよな、そんなに強くないんだよな頭ちゃん。うーん、でもグーが強いのか頭ちゃん。あ、パーも強いのか。あー、恐ろしさ特大号はな、溜まる速度も速いからな。頭ちゃんでいくかね。最後はじゃあ頭ちゃんでいこう。全能力アップつければ、まあこの相手には上回れる。出発おしんこ。しかし HP が高すぎるんだよね相手のね。ちょっとそこがきついネック。うん、久しぶり頭ちゃん、一緒に勝とう。バトルスタート。ラーコーちゃんはさっきグー出してきたからパー出そうよ。いざ勝負。裏目だな今日は。まあまあいいよいいよいいよ、チョキだし、チョキそんな強くない。じゃあ 57% の尻尾アタックで確実に貯めていこう。いざ勝負。マジかよ、裏目だな。うわ強い、まずいな。俺は花息台風使うべきか。いやでも相手必殺使ってきたら終わりだからな。ちょっとここはブンブンヘッドスイングでチョキ待ち。オッケー勝った、うん、これはいいよ、これはよくて、でもヒントチャンスがないんだよね。これはやだ。あ、200いったか。ヒントチャンスがね、ここ花息台風使うしかない。 SP 来い、 SP 来い、来た、これに勝とう。ダメだこれ。ブーンって感じちゃった。いやーこれは、いやー勝てんもんですな。お主もやりますね。やりますなお主。強っ。一回戦から負けちゃうよこれ。ちょもう一回やらして。ごめん。さあ3回目いきましょうか。やっぱりね、頭ちゃんに貸したいのよ。頭ちゃんでやっぱこれ一番強いの使って。さっきはチョキパーで負けちゃったから、また次グー出してくんじゃないの最初。いやもうチョキ出してきそうだな。チョキに確実に勝ちに行く。なんかパーがないよね、初手パーがない感じするんですよ。ということはグーなら勝てるんじゃないか。なんだこの裏目、裏目じゃん。次飲んだらチョキ。いやー待て、うわチョキだ。あー似てみチョキか。オッケー勝った。オッケー、オッケー、次何来るかな。90% でしょ相手。ブンブンヘッドスイングにする。でも負けたら終わりだぜこれ次。これ勝たないといけない、ここは勝たないと。またパーは来ない。ねえ食うね。オッケー、アイコルーレット。オッケー、冷静に決めました。勝ち、よし。オッケー、気持ちちょっと早めに押すのがいいのかもな。溜まったぞ。どれにしますか。これで車内機台風を仕掛ければいいんだ。いざ勝負。 SP 来たね、よし、これ勝とう。アイコルーレット。オッケー、シュッ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 、車内機台風進め。これはちゃんと貸したいね。オッケーで、ブンブンヘッドス、いや待って、これは尻尾アタックかな。尻尾アタックで確実にチャージをしていく。尻尾アタックでチャージをしていこう。いや待って、何出してくる。グー出してきたら終わりだ。相手何が強いんだ。グーが強い。パー出されても終わる。チョキが一番被害が少ないな。チョキ負けてもいい感じ。にすればいいので。でもグーとパーには負けちゃいけないので、パーを出しましょう。パーを出そう。
チョキには負けてもいい、最悪。でもグーとパーには負けてはいけない、そんな感じだから、パーを出そう。いざ勝負。ストンピン、いいね、勝ったぜ。勝ちました、勝利を確信。よし、負けちゃった。よし、なんとか懸案の1回戦突破。よし、お見事、正義は必ず勝つ。正義は必ず勝つ。次は今度キネちゃんね。HP いくつだろう。うわ、800かよ。さて、相手はチョキとグーが強いか。ということはグーでいくか。でもチグーはチャージが弱いな。チョキとグーはまずい。でもグーでいくか。チョキ来そうじゃない。チョキ出しがよかったな。こりゃ強い。まあでもチョキは、グーはいい、グーはいい。じゃあもう引き続きグーいくかな。グーいこう。いざ勝負。まあまあいいよ、アイコなら。アイコマジかよ。いやー、マジかー。いやー、厳しいなー。グーで負けるの厳しい。いや強い、削ってくるなこっちを。でもこれちょっと貯めないとまずいな。貯めないとまずい。チョキチョキだな。グー出されたら終わりだぞ。惜しかった。勝ち。パーとグーを出して、パーとグーを出してきたな。まあの次溜まるよね、相手ね。俺も溜まったぞ。よし、花行きたい風に行こう。いざ勝負。SP 勝負ね。アイコルーレット。よし。まあこれ運だな。もうちょっと目押しがここになる、ここまで来ると運だよ。もう2個連続続いてくれてないとちょっと厳しい。よし、221で、どれにしますかね。で、貯めないといけないな、貯めないといけない。パーに負けてもいいや。チョキには負けない。グーとチョキに負けないようにしなきゃいけないから、グー出さなきゃいけないんだよな。そうするとグー、まあパーに負けない。いやー、まあ、グー、いざ勝負。よーし、これで削って、結構削る。よし、これで、あー、これ待て、これ、あー、羽引き足りない。これでもチョキを出すべき。これはチョキを出すべきだと思うな。待て、グーでチョキを出せば、チョキ、いやでもグーだよな。パーには負けてもいいよね。でパ、相手がパー出してきたら次溜まっちゃうんだよね、 SP がね。それはまずいんだよね。相手がパー出してきたら次 SP 溜まっちゃうから、相手のパーに負けちゃいけない。かといってグーもダメだ。グーとチョキ、あ、でもチョキ出されるの相手 SP 溜まっちゃう。グーなら大丈夫。相手がグーならこっちも大丈夫だから、チョキじゃないか。チョキでいくか。チョキでこっち溜めて、こっち溜めて、グーが決まっちゃったらしょうがねみたいな。チョキでいく。勝負。うぅ、まあしゃあない、これしゃあないでしょ。でもこの一撃に限るしかないよ。これはいいんだけど、相手溜まってないよね。相手が溜まってないんですよ。相手が溜まってないから、鼻息台風ってどれぐらい入ってた、さっき249いくかな。これいけるこれ。相手多分、いや、これ240、いやー、倒してくれ、頼む、頼む、倒して。あー、やべえ、これは、あー、いやー、マジかよー。試しもやりますね。いやー、強いわー。いや、もうちょっと強いな、これ。いやー、これは何度でもやんなきゃダメか。強いな、キネちゃん。
ね。まあ、しんのすけの負けです。みんなの喜んだ顔が見れるからいいかな。うん。ねえ。あ、やっぱキネちゃんいったか、そのまま。負けちゃったわ。うん。おい。あっ。いやー、厳しい。もう一回やろう。うん、します。さあ、カズマくん、やろうか。よーし。ということは、次は、最後はマサヤくんか、ボーちゃん、ブーちゃんのカンタモロボってことか。強いな、相手。まだ、初手チョキはドアンテイかな。よし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 。なんかやっぱり、あれだな、チョキで結構突破できること多いな。相手があんまグー出してこないんだよな。次グー来そうですよ。次チョキ来そうですね。次チョキ来そう。次チョキが来そうだね。パーも、パー来たらやだな。パー来たらやられちゃうよ。グー来てもまだ相手は SP たまらないな。グー、でもグー来て130で300減らされて残り80しかなくなっちゃう。まあグー、グーしよう。勝ちたいな、ここは。効果勝つべきでしょ。よし！勝ち！よし。いいね、素晴らしい。相手は絶対 SP 来る。相手は SP 来るから、パーに負けてもいいんだ。ここはここはパーに負けてもいいので、ただグーとチョキには負けないようにしないといけない。ダメージ的にそれ以外使ってくることもあるから、だからグーを出す。いい、 OK、 それはいいや。うん、 OK、 パー出してきたな。しかしまあ変わらずグーだぞ。うーわマジ、まずいな。でも弱い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 。 SP 使おう。 SP 使ってこないかと思った。ここでグー出してればよかったな。あれでグー切ればよかったんだけど、ここは削るでしょ。で、やっぱ貯めるにはパーに負けてもいいから、グーには負け、チョキチョキ、うーん、でもやっぱここはでもグー来そうだよな。ここらで来るとしたら、でもチョキ来られてもやだな。パー出すか。あ、まあ、まあしょうがない、これはしょうがないわ。灼熱フレイムやるぞ。これはしょうがないね。次だ。ここはグーとチョキに、グーとチョキ、いやー、相手パー来たら終わりじゃん。相手パー来たら終わりなので、もうチョキ行くしかないな。チョキ行くしかないわ。チョキ行って貯めるしかない。それかパー行ってアイコで貯めるか。いやでもチョキ来られたら終わりだ。パー来られたら勝てるんだよな。グーだったらパーに負けてもいいけど、パーが溜まっちゃうんだよな、相手が SP。 チョキしかない。アイコか。アイコルーレット。よし勝ち。よし、これはいけたぞ。よし勝ったな。勝ってねえ。やべえ、これ勝ってない。まだだこれ、まだだこれ、まだだ。 SP はあるけど、やべえ、これ230は削れない。頭ちゃんじゃやばい。これ読まないとダメだ。読み勝て。パー来たっていいよ。パーはしょうがない。パーはしゃあねえよ。パーはしゃあないので、やっぱグーチョキに負けないようにしないといけない。グーチョキに負けないためにはやはりグーだよな。やっぱグーでしょ。やっぱ最後は拳でしょ。パーに負けても相手が SP 溜まるからそれはしょうがないとして、ここで SP 使っちゃった方がいいのかな。でもそうすると相手絶対 SP 溜まるよな。グーを使ってきた場合は SP 溜まらないけど、それ以外の時 SP 溜まっちゃって、俺が SP 攻撃使っちゃったらもう相手次 SP 使ってきて終わりだよ。それはちょっと希望がないのでグーを使おう。いざ勝負。うん、難しいぞこれ。相手の方が余裕あるんだよねこれ。ここは SP 同士の殴り合いといきたいところだな。よし、これに勝たなきゃいけない。アイコルーレット。
よし、勝った。次なんで。花石台風進め。オッケー。これ削ってくればいいんだが、頭ちゃんそこまでのね。もうちょいだ、もうちょい、もうちょい、もうちょいだ。もうちょいだぞ。あー、来たー。グーかパーを使う。グーかパーを使うか。来ましたね、ヒントチャンス。グーに負けるわけにはいけないかといって、パーにパー出されたら確実にこれ終わるわ。グー、いやまあパーでしょ、ここはそれしかないよ。グー出してくんねえかな。よし、イエス、イエスだ。うわー、いい戦いだった。もう決勝戦だわこれが。よし、ノックオッケー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 。さあ次はブーちゃんかマサヤくんか。ここでマサヤくん来るのはな、展開としては面白いわ。でもさっき優勝者でブーちゃんとかあったから、しんのすけのすブーちゃんっぽいな。マサヤくんは大会主催側か。あー、やっぱブーちゃんだ。決勝だな。よし、これをラストにしましょう。うん、なんか何回もやってもね、ちょっと大会に水を差す感じがするんで。バトルスタート。キュキュキュか。どれにしますかね。強いね。やっぱここはチョキでしょ。いざ勝負。よし、アイコ。アイコ、アイコルーレット。勝て、無理だ、無理無理無理、これ無理無理、難しい、これ難しい。アイコルーレットは厳しい、結構。どれにしますかね。チョキ、チョキ攻め。チョキ、お前もチョキ攻め。アイコルーレット。もうこれむずいじゃん。くっそー、簡単なのもやるな。スピード攻撃しかねえ。ここでグー来るか、簡単なのも。いやーこれ厳しいよ。食らっちゃってるからな俺。なんでそうなる。199だからな。 SP 来たら終わりだよこれ、ね、SP 来たら終わりだ。やばい、これはまずいよ。チョキ行く。チョキ2連続来たから次パー来るとか。まあパーする。グー来る。次パーか。アイコ、アイコルーレット。ああ、まあまあ、だんだん慣れてきたな、アイコルーレット。これ勝ってればな、今頃はなって感じだけど。まあトランタヌキのなんとやらってやつだな。なんでそうなる。ブーちゃんも一思いやってくれ、俺のことって感じだけど。ここはねまだ俺諦めてないぞ。次パー来そうだよな。まあ SP 来たら終わりんだけど、それはまあ甘んじて受けよう。ライフで受けよう。チョキ、おい。あー、無慈悲無慈悲無慈悲。お前それでも、いや、ロボットか。無慈悲すぎる。あー、もうみんなのアイドル頭ちゃんをこんなにした罪は重いぞ、ブーちゃん。これもう勝たなきゃダメじゃんね、これね、ほとんど。じゃんけんバトル奥深いけど、こんなうんじゃん。それを言っちゃおしまいよ。しんのすけの負けです。負けちゃったぞ、負けちゃったぞ。しかし男に思わない。準決勝で準優勝で終わろう。うん、盛大な拍手。惜しい惜しい。うん、悔しいな。本当遊ぼえファイヤー。ちょっとブーちゃんとこまで行ってまたやろうかな。すげえ時間かかりそうなんだけどこれ。ごめん、無理、勝てない。勝てないっす、勝てない。ブーちゃんすらいけなくなっちゃった。もうなんかね、もう女神、運の女神に見放されたか分かんないけど、なん全然もうね、ララコちゃんに負けるに結構負けるし、キネちゃんには負けるし、カズマくんも全然いけないし、ブーちゃんなんかあれから一回もいけてないんでね。ちょっともう今日はね、もうね、あれからね、もうにブーちゃんに決勝で負けてからね、もうかれこれ 2,3 時間になってまして、もう気づけばですね、こんなもう1時40分という。
このゲームの中ではね時間は経たないかもしれんが、リアルでは刻行くと時間が過ぎていくので、ね、もうちょっとしょうがないと少し悔しいですけども、こういうね、人生もあるということで、今回は、準優勝でちょっと終えたいなと思います。で、まあ優勝するとどうなるかはぜひね、ご自身の目で見ていただければと思いますんで、ちょいろ俺に、ほら絵日記つけるわ、はい、頭ちゃんに使いまくったも、頭ちゃんを酷使しすぎた、頭ちゃんロボット壊れた俺のもう動かないと思う、3回どころじゃないと思う。勝った回数で言うとね、もっと勝ってる、そう、あ、でもまあ準優勝のやつもあるんですね、こうやってね。もう、あ、準優勝は準優勝でいいじゃんね。2周目で優勝してるから、だって優勝じゃん2周目でね。あ、そうそう、あのカンタムロボもね途中から使い出してね、ただ恐ろし、あの恐怖の巨大鳥は実在したは確か使ってないです。準優勝もあるじゃん。あ、これなんか救われた気持ちになるね、これね。優勝も取ったからいいんじゃない、じゃあ。なんかいいんじゃないですか、これ。優勝取ったよね、だって優勝、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 優勝を取ったじゃん。あれ取りましたよね。あれあれあれ、あー、これ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 、ほら取ったじゃん。取ったから、いいんじゃない、嬉しいね、恐竜バトルが優勝して最後まで頑張った。あー、優勝と準優勝の絵日記がつけられたから、これは、良いんじゃないでしょうか。自分を納得させよう。OK。じゃあちょっと、まあ、この辺で、ね、全然時間経ってないよね。このゲームの中って本当素晴らしいわ。もうちょっとやりたかったけど、仕方ない。ちょっと帰ろう。あとやることあったかな？あとはね、まあ、今日やれることやったかな？もう夕方。どうやらシロが迎えに来てくれたようです。いや、今日は充実してたな。恐竜バトル大会も楽しかったし、まあ何よりね、懸案のよしこ姉さんとデートができたんでね。まあ、ちょっとそっちが心残りではあるんだが、別の意味で。ギャップ。え、あ、黒沢エクモラーメンだ。素晴らしい。いいですね。ギャップ、なんか昼間、よしこ姉さんと、なんかラーメン食べたからお腹いっぱいとかない？大丈夫？これでキャップ残したらもうデートしたんだなって俺は思っちゃうぞ、これ。ね。ちょっと僕は遠慮しとくよ。今お腹いっぱいなんだ。ははって言われて。ちょっと仕事に戻るねって言われて。うわーってなるわ。いただきます。はい、いただきます。美味しいの？これ。しんちゃんすごい！ありがとう。本当に美味しいのかな、これ。黒糖かけてごぼうラーメンが大ヒット。これでこの店は売り上げ倍増間違いなし。面白いのが隣の町の食堂がすぐにうちのメニューを真似して、あー真似したんだ。向こうはスイカラーメンにしたの？黒糖あんかけスイカラーメンは、今回は向こうがそっちやっちゃったのね。出してみたらしいけど、真似して違う方出しちゃったんだ。あっちは全然ダメだったって。ではしんちゃんのアイデアに敬意を表して、商品のチョコビの進呈と、そんな目輝かせても、チョコビも、ほら、チョコビもう75個ぐらいあるからな。あ、でも、まあ、恐竜カエルついてくるなら、もらってあげなくもないですよ。やぶさかではないぞ。新店長としてしんちゃんの写真を額に入れて、店に飾ってあげるの。あ、やっと。まあ、結構、貢献したからね。ちゃんと褒められてますね、これね。ヒット商品を生み出せて本当に良かったね。まあ前世の記憶の賜物だな。チョコビディネートやったね。ああ、これで終わるのか。オッケー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 。絵日記見てみようと。じゃあ、いや、チョコビのカード引こう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。残るは恐竜をどうやって戻すかだな。それだけだ。あとは各、あの町の人たちの恋愛事情と、あと銀河兄ちゃんのカレーか。それぐらいだな。あとは、かわいいね。夜は外に出ちゃダメ、はい、よし、日記を書こう。新メニュー完成おめでとう、新之助店長に。まさに新之助が考えたメニューだよ。あ、そうそう、超美味しい。くそー、
抜き取りやがってチョコビのよりこっちがね欲しかったね。チョコビはいらないんだよな。チョコビいらないってね、クレヨンしんちゃんのしんちゃんが言う言葉じゃないよね。どうしたしんちゃん、風邪ひいたのって心配されちゃうよ。ほら、実はチョコビ78個も持ってたんだぞって言われたら、しんちゃんって言われて、あなたどこでそんなお金を手に入れたの、悪いことしたのって言われて、いや、ほら、ちょっとループしてて、またわけわかんないこと言ってみたいな感じ、グリグリ攻撃がすごいされそう。はい、ラルコ。うん。子供の頃のこと思い出すな。お母さんだったら、うちのお母さんは畑さんみたいに毎晩本を読んであげようかな。なんだろうな、読むの苦手そうだな、なんかすごいちょっとゆっくり読めなそう、すごい早口で読めそうじゃん、ララコちゃん。昔々あるところにおじさんとおばあさんがいて、おじさんに前にしてお母さんを川に洗濯に行きました。そしたら川から大きな桃がどこからどこから流れてきて、あ、桃太郎と名付けましたとかその時俺も気に来るよ、ほーい。うん、いやー、その頃にはしんちゃんもね、アクション仮面とかもあんまり好きじゃなくなってるかもしれない。あーねー、あと10年もしたらね、アクション仮面嫌い、アクション仮面とかあったなとかね、懐かしんじゃったりするのかもしれないね、しんちゃんもね。うん、成長するってそういうことかって思っちゃうけど。あ、どうした今なんか空気食べてんの、おいしい空気。指舐めてんのかな。こうやって日常的に恐竜の声を聞いてると、自分古代に来てしまったみたいに思えてくるけど、古代の方がこっちに来たんだよね。まあね、やっぱ古代に返す、それを実現せねばなるまい。サブロックでお酒はどのくらいいける口なんだろう。日本酒なら3日で一生いか。あー、なんかそんなこと言ってたね。確か何かのナレーションで日本酒は3日で一生って言ってたね。ね。あー、恥ずかしいからこの頃隠しておこう。絵に切ればっちり塗っております。うん、OK。噴火口。好きなのはどっち、お酒、サブローさん、こっちにしようと。OK。これはちょっと記事にしてほしいね。どうも。時々博士と一緒に行動しているようだけど、父ちゃんもそのカメラ欲しいな。最初いまいち分からなくて今なら理解できる。絵を描いてくれるのすごい機能だし。まあね。うん。家の周りに泣いているのはカエルの声なんだ。すごいだろ。なんて帰るか知りたいぞ。ああ、確かに。なんだろう。もう帰る。すぐ帰る。きっと帰る。絶対帰る。多分帰る。帰れ。それ多分帰ってこないですな。ですな。今日はどんな記事ができた。うるさい。お前に渡す記事などない。なかなかの記事だ。素晴らしい。準優勝一応星3なんだね。頑張ったなって感じか。ありがとう、ありがとう。はい。よし。お小遣い110円もらったから、ガチャじゃねえ、チョコビ引くか。ね。